お世話になっております、マサルです。今回は ICMP について一緒に勉強します。 ICMP と聞くと皆さんどんなイメージがありますか？あ、ピングで使うやつねという方が多いのではないでしょうか。確かにピングは ICMP を使ったプログラムですが、 ICMP はそれだけではありません。 ICMP 勉強してみるととても奥深いです。この動画の最後にはきっとありがとう ICMP と言いたくなると思います。それでは ICMP 一緒に勉強していきましょう。 ICMP というのはインターネットコントロールメッセージプロトコルの略です。各機器の通信状態を確認するために使われるプロトコルです。通信状態の確認、つまり ICMP はトラブルシューティングで活躍します。構築したネットワークがうまく動かないときに ICMP をうまく使って原因を特定し正常な状態にすることができます。よく知られている ICMP の使い方はピングです。ピングで宛先まで通信できるかを確認することができます。しかし ICMP がすごいのは通信できたかどうか、それだけではないというところです。 ICMP は複数のメッセージを持っていて、そのメッセージから何が原因で通信できないのかを推測することができます。このメッセージが理解できればトラブルシュートがかなり楽になります。さらに ICMP 先輩はトラブルシュートだけに限らず、リダイレクトという機能で不十分な設定をより良い設定に変更してくれる機能まで含んでいるんです。 ICMP 師匠、有能すぎです。それではここから ICMP 具体的に説明していきます。最初に全体像からご覧ください。過去動画で学習した IP ヘッダーが存在していて、データの部分に ICMP メッセージがあります。注目してほしいのはタイプとコード、この2つのフィールドです。まずはタイプのフィールドから見ていきます。タイプのフィールドは8ビットで構成されているフィールドです。 ICMP メッセージの機能タイプを表す値が入ります。具体的にはこの表に表すような値が入ります。他にもいろんなタイプがありますが、今回は代表的なものに絞っています。タイプの意味については後ほど具体的にお話しします。次はコードを見ます。コードも同じように8ビットで構成されています。コードはメッセージの詳細を表す値が入ります。コードについても後から具体的に説明します。チェックサムは今までと同じ説明です。エラーの有無を確認するためのデータです。そして最後はデータです。データはタイプによって長さが変わります。つまり可変長のデータです。フィールドを一式説明したところで、タイプとコードについて詳しく説明していきます。まずはタイプについて説明します。タイプはいくつかの種類に分かれるので、タイプ別に説明していきます。まずはタイプ0とタイプ8の場合です。タイプ0がエコー応答、タイプ8がエコー要求。ピングで利用されているタイプなのでイメージしやすいですよね。通信したい相手にパケットが到着するかどうか確認することができます。 PC1 と PC2 で通信する場合は PC1 がタイプ8でエコー要求メッセージを送って、 PC1 からのエコー要求を受け取った PC2 はタイプ0のエコー応答メッセージを返します。非常にシンプルでイメージしやすいですよね。次はタイプ3を説明します。タイプ3は到達不能メッセージです。ルーターが宛先に配送できない場合、送信元のホストに ICMP で到達不能メッセージを送信します。さらにタイプ3の到達不能ではコードと組み合わせてより詳細なメッセージを伝えてくれます。例えばタイプ3でコード0の場合を見ます。これはルーターが該当ホストの IP アドレスの経路情報を持っていないことを表しています。つまり PC からデータが届いたときに宛先が PC2 だったとして、PC2 への宛先経路を何も知らない場合、ルーターはタイプ3の到達不能にコード0、ネットワークアンリーチャブルのデータを返答してきます。タイプ3のコード0が届いた時にはルーターの経路制御ができていない可能性が高いということです。次はタイプ3でコードが1の場合を見ていきます。コード1のホストアンリーチャブルの場合は、その IP アドレスを持つ機器がネットワークに接続されていないか、何かしらのトラブルで通信できないことを表しています。ルーターによってネットワークとネットワークのつながりはできていますが、
ネットワークの中の該当の機器と通信することができないので、該当の機器に何かしらのトラブルが発生している可能性が高いです。このような場合はタイプ3コード1のメッセージを返してきます。つまりタイプ3でコード1の場合は該当の機器に何かしらのトラブルが発生している可能性が高いと言えます。次は ICMP のタイプ5リダイレクトを見ていきます。リダイレクトは送信ホストに最適な経路を伝えるときに利用されます。例えば PC1 が PC2 に対して通信したいときに、 PC1 自身が持っている経路情報をもとにルーター2にまずは通信したとします。ルーター2はルーター1にデータを中継して、ルーター1から PC2 にデータが届きました。ただ PC1 には直接ルーター1にデータを中継してもらった方が効率的です。そのような場合、ルーターは ICMP リダイレクトを使って PC1 に対してこっちの方が効率的に通信できるよとお知らせをします。 PC1 は ICMP リダイレクトを受け取ると経路情報に情報を追加します。今後は新しい経路情報が追加された経路情報を見てデータを送るので、 PC1 は PC2 に対して通信をするときに直接ルーター1にデータを中継してもらうようになります。リダイレクトの場合もコードが分かれていますが、そこまで詳しい話は CCNA では求められないと思うので、今回は説明割愛します。 ICMP のタイプ5はリダイレクトであるというところは覚えておきましょう。最後はタイプ11時間超過メッセージです。 IP ヘッダには TTL というフィールドがあることを過去動画でお話しました。 TTL はルーターを通過すると1ずつ値が減っていって、0になるとデータが破棄されます。この仕組みはデータがループ構成などになっていて、無駄な通信が残り続けて無駄なリソースを使わないようにするためです。 TTL が0になった時に破棄したルーターはタイプ11の時間超過メッセージを送信元に返してあげます。タイプ11の時間超過メッセージが返ってきた時にはルーティングループが発生している可能性が高いです。それでは今回は ICMP について一緒に勉強しました。今回の学習内容を最後にまとめておきましょう。ICMP というのはインターネットコントロールメッセージプロトコルの略です。各機器の通信状態を確認するために使われるプロトコルです。 ICMP の全体像はこのようになっています。 IP ヘッダーがついていて ICMP メッセージです。特に注目してほしいのはタイプのフィールドとコードのフィールド、この2つです。今回は代表的なタイプについて説明しました。タイプ0はエコーオート、タイプ8はエコー要求、この2つを使ってピングを行います。タイプ3は到達不能メッセージです。タイプとコードの組み合わせで詳細な情報を知ることができます。タイプ3でコードが0の場合はルーターの経路制御がうまくできていない可能性が高いということを表します。タイプ3でコード1の場合は該当の機器に何かしらのトラブルが発生している可能性が高いということを表します。タイプ5はリダイレクトです。リダイレクトは送信元のホストに最適な経路を伝えるときに利用されます。最後はタイプの11時間超過です。時間超過のメッセージが返ってくる場合はルーティングループが発生している可能性が高いです。それでは今回は ICMP について一緒に勉強しました。タイプとコードについてしっかり理解しておくとトラブルシュートがかなり楽になると思います。この ICMP はとても優秀なプロトコルで、我々ネットワークエンジニアをいつも助けてくれています。ありがとう ICMP。 それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。